ようやく挑発とデザインパーマに M1 で言われてましたけどね僕ら、はい、最初の頃夢に出てきたんですよフェイスシールドがもう少しうまくできませんか真正面から言われてる<ー>日本初やぞ一言のセリフで舞台挨拶やってるやついやいやようやく挑発とデザインパーマに M1 で言われてましたけどね僕ら、はい いや、もうまずは本当に改めて M1 お疲れ様ありがとうございますもうめちゃくちゃすみません、ありがとうございますめちゃくちゃもうテレビの前ですっごい応援してましたありがとうございます,あ,いますあのー、イベントやらせていただいた ちょっと後にだったので、はい、すごく自分も見取りかのようになりや確かにリモートでトリオで漫才しましたから、はい。はい、それぐらいの気持ちで見させていただいて、もう本当感動しましたし、めちゃくちゃ笑いましたし。ありがとうございます。なので嬉しいです。今日ようやくお会いできて。いはい。完成を見た時に改めて長編のアニメーション映画が出来上がるってすごいなって思いましたし、あのこれが出来上がるまでに本当に、ね、たくさんの人が関わってるっていう。 ことを想像するだけで、えー、本当にすごいことだなと思いますしまあ代表してっていうとおこがましいんですけどこうって皆さんの前に立って作品をこう届けられて本当に。 幸せだなと思いますね僕もこんな素晴らしい作品に、えー、参加させていただけたこととそして何より中川大志さんの上司の店長役というねすごい重要なポジションをやらせていただいたんで、あのー、僕こういう声してますが多分一発でどこか分かると思うんでね <laughs> ぜひあの探していただきたいと思います一言なんですけど僕あの本当に監督に20テいくぐらいあのやらさせていただきましてもう少しうまくできませんかって真っ正面から言われてるな。はい ようやくシンプルやな。はい、そのね乗り越えてできた作品なんです。すごい僕はあのこの作品が大事です。じゃ一言のやつが喋りすぎやねお前な。私<は>。俺見終わった後お前どこかわからんかったもん。すごい重要なシーンなんです、ね。<然>す僕も言われるまでちょっとリリース。わからなかったですよね。はしまたまたまたいじわるしてやめてください。いやいやいやいじわるじゃほんまにわからんかった、ね。<laughs> 絶対ここ立つな。 日本初やぞ一言のセリフで舞台挨拶立ってるやつ <laughs> これまで何度か声のお仕事をチャレンジさせていただいたことあるんですけども、まあ、今回は同じ役者の清原さんと二人でチャレンジさせてもらうってことで、まあ、不安なことだったり大変なことを共有しながらやれたのですごく心強かったですしやっぱりジョゼとツネオの関係性が映画一本通してこう変わっていく成長していくっていうのがやっぱこの映画の中で一番 あの柱になってる部分かなと思ってたので2人でえ2日間3日間ぐらいですかね一緒にやれたので本当に良かったですありがたかったですそうですね今年といえばこちらフェイスシールド今年初めて出会って今でこそもう当たり前っていうか慣れましたけど最初本当戸惑っちゃってつけたこともないし最初の頃 夢に出てきたんですよフェイスシールドが,ルドがでもううなされるぐらい慣れなくてでもそのドラマの連ドラの現場で助監督さんが手作りしてくださっててどんな形がこうつけやすいのかとかこうつけ外しがいいのかとかメイクが崩れないのかとかいろいろ考慮されて手作りで作ってたんですけどそっからまあもう何ヶ月も何ヶ月も経ってって今。 まあ、バラエティの現場とかも、ね、そうだと思うんですけど、はい、いろんな形、ね、なんかかっこいいデザインみたいなやつとか <laughs> いろいろ出てきてるから結構僕もいろいろつけさせてもらったりそうですねね夢中になって見て見ました、ね、僕はやっぱり先日「m 1グランプリ」もあったので、はい、漫才です、ね、<ー>あの特に今年はコロナ禍であの無観客劇場お客様は入っていただけないという期間も経てなのでこの。 間にこういったアクリル板を置いて漫才しなきゃいけない時もあったんですよ。でその時に初めて気づいたんですけどこう漫才中に相方を見た時にこのアクリル板ちょっと反射するんですよね反射した自分の顔を見てあ俺ってこんな嫌な顔で漫才してたんやって初めて分かってそっからも表情すごい気をつけるようにしましただから漫才は一番向き合ったかもしれないです。やっっぱ今年は何と言ってもこれですねあの 声優もうええわお前本当にあの今年二千二十年は声優と向き合ってきたありがとうございますいやもちろんあの喉を潤わす機械とか買ったりとかいやお前声優言われとったかなさっきお前いや本当にだからあの先生先生じゃないか先生先生おい先生なんでしょうおい監督や先先生これからもぜひよろしくお願いします先生考えておきます。